の一個入れとこうか。今多分25度ぐらいあるのかな。温度計端っこに転がってたからちょっと正確な数値が分かんないけど、うん、そして温度が上がりすぎてカラカラなので、うん、お湯を沸かします。じゃあピザ作っていくか、うん、てか生地生成しないと、うん、家ですでに強力粉以外の材料は入れてきたんだよね、うん、強力粉がなかったから、うん、強力粉だけさっきスーパーで買ったんだけど、うん、その強力粉200をここに入れんの。でも、うん、200が分かんないっていうことには気づいた。あれ液体と体積って違うのか。違いそう。まあでもざっくり200でいいかしら。カップで一旦いいじゃないよ。でこれ全体なんぼ。1キロじゃあなんとなく200。200ね、はい。これは薄力と砂糖。ケン、ちなみに、うん、これが70なんだ、うんうんうん、ここから。わかんな。もうちょいじゃん、じゃあ。うん、200まで入れちゃえる、うん、ドライイーストに入れます。強力粉がさ、多くなったら硬くなっちゃうのかな。かもね。強力っていうぐらいだから、うん、粘り気みたいな。入れます、はい、どうなるんでしょう。間違ってたら残念。でそこに水150入れて。でも少なめでいいかも最初。入れました20。で混ぜる。水分量多い感じする。いやいやいや、まだ粉が触れてない部分があるから。わ、さすがケン。そうじゃん、ケンでしょ。え、何は。いや俺専門家。いや、あのこれ粉から作ったことないよ。ケンはナポリの釜で働いてました。え、何年間だっけ。大学ずっとじゃなかったっけな。4年確か。すごい。どうやって言って忘れちゃった。3年ぐらいか。え、でも生地は回せるんでしょ。そんなで。ピザ屋って生地回してるんだ。あの、そういうピザ屋って薄い生地のやつはね、軽く回すんだよ。アルバイトが。アルバイトと正社員の業務の違いとかあんまなかったよ。待って、いい感じかもしれない。すでに美味しそうなんだけど、うん、え、これで何3枚分なの。うん、へー、見えないね。うん、3枚分って書いてる。うん、ひるま夫婦のキャンプ飯、こんな絵面今までなかったんじゃないか。確かに。え、2年ぐらい前に1回やったよね。やったけど、あれもう家でさ、ケイト作ってくれなかったっけ。で、なんかすごいドライイーストの味がしたんだよ。ああ、そう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 。懐かしい。美味しくなかったんだ、あんまり。なんかあれかもね、新聞紙とか持ってくるだったね、うん、家から。はいはいはい。これは3つに分けんの。これを3つに分けて、うん、ラップして、うん、15分発酵する。ハンバーグみたいな。こんなんでいいんじゃない。シェラカップに3兄弟か。ラップに包み15分ほど発酵。やばい、ラップがない。ラップないのよ。これでやるしかないです。ケイト、ナイス。これ持ってきたんだ。こんなこともあろう。あ、でもこれ3つ入るかも。こんな感じになっちゃいました。この生地たちが倍ぐらいに膨れ上がるらしい。シェラカップじゃちょっとちっちゃかったような気がしてて。え、でも上に膨れてくれればいいんじゃない。ああ、そっか、大丈夫か。眠いのっけ。3時間しか寝てない。嘘だ。ほんと3時間しか寝てない。今のかつてこんなことがあったでしょうか。多分ね、35度ぐらいってさ、めちゃめちゃ暑かった。35度はやばい。今これ下につけててさ、28度。え、28度だよ、下につけてて。地面に置いてる温度計が28度で、もう顔がもう暑すぎるから多分30度超えは確実なんだけど、うん、あの、今ピザ焼こうと思って、うん、温度ちょっと上げたんだよね、うん、薪の量ね、うん、
そしたらとんでもないことになって、ちょっと待って、発酵して結構倍ぐらいのサイズになりました。あ、なったね、うん、広げてみます。あ、くっついてますね。なんかもっとポロンってくるイメージだけど、ね、水多かったか、形ね、悪くなっちゃうんですよ。ふわふわだね、でもこういう感じで、これ持ってきたら、ケンにこれ蕎麦のやつだから使わないって言われて、そんな使わないんじゃないっけ。まあでもあってもいいのか、別にアップルパイとか、パイ系なんか手で伸ばしていけばいいような気がする。持ってきてから使おうあれ、茨城の蕎麦打ちを思い出す。懐かしいね、あのお母さん優しかったね。え、これもう極力薄くだよね。そうだね。え、待って待って、なんか良さそうじゃん。ケンがやるんじゃないの、くるくる回すやつ。できるかな、お願いします。お願いします。そうだな、できるかな。こんな飛ばさないでね、ケン、はいはい、そんなにさ、絶対こんな飛ぶよ。破けたらどうしようね。え、すごい、え、めっちゃうまい。え、粉、すごいことになってる。粉でいいんじゃない。おい、うまっ。もっとか。え、ちぎれることもあるんですか、やっぱり。うん、全然ある。そしたらどうするの、首。もう、いや、首っていうかその生地は使えないでしょ。やり直し、うん、え、めっちゃうまい。あ、いいじゃん、いいじゃん。うまい。ちょっとでも、丸ではないか。いや、いいよ、丸じゃなくて。クリームパンナちゃんみたいだけど。クリームパンナちゃん、うん、調べてみて。知らないんだったら、ケン。クリームパンナちゃん。と修正しましたが、ケンが作ったクリームパンナちゃん。これだそうです。確かに。色も同じ。よし、これじゃあもうカットは、あ、カットするやつ持ってきて。カットするやつ欲しくなってくる。確かにね、うん、いや、やるよ絶対これ。 1,2 回どころじゃなく、うん、で、楽しいわ。ピザソースなんですけど、こちらはなんかいただき物なんだけど、うん、すごい美味しそうでしょこれ。うまそう、高そう。ことことコクうまケチャップ、エベツさんトマトです。え、待って、めっちゃ美味しそう。本格派ピザ、たっぷりめ。まあまあ、ほどほど。え、どうする、味。エビ？ケンはエビ以外のピザは考えられないってなんかさっきスーパーで言ってました。やっぱピザといえばエビじゃない？エビとチーズ、トマト。ピザといえばまずマルゲリータなのかなみたいに。あ、まあそうだね。で、いや、それも食べたい。なんかその後サラミみたいな。あ、それにする？マルゲリータにする？いや、エビがいい。エビがいい。こちらビッグハウスで購入しました。天然むきエビ、めっちゃ入ってる。これしかなかった。めっちゃでかい、うん、凍ってるけど、これなんか大丈夫か、めしゃめしゃになんないか。あー、まあでも仕方ない。一区画1個よ、4ってことだよね、うん、うわー、あー、で、モッツァレラ、モッツァレラいきますか。あー、これあれだ、ジッパーになってないバージョンだ。うわー、あれ、最近のやつジッパーになってたと思ったんだけど、使い切らなきゃいけないか。うわ、うわ、絶対うまい。それもう今食べたらどう。うまい、もう、まあ生ハムあるからさ。あ、生ハムに巻いてね、うん、巻いて、うん、うまいね、うん、家に残ってました、グラスフェッドチーズだって、うん、へえ、いいやつなんだ。うちはたっぷりです。こんなピザのメニューあるから、エビと生ハム乗ってるっていう。いいじゃん。こんなんでどうでしょうか。あれなかったんだよね、バジル。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。これどうやって乗せるね。ヘラがないからアルミホイルに乗せればよかった、ミスった。でもここからスーって映せない、これ滑るか。それか、うーん、あった、あった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 、ダイソーのヘラいけるか、これで。ちょっとちっちゃいな。うわ、今温度が180度ぐらいか。一応オーブンだったら250度なんだけど、足りないか。まあ、でも今巻き足したから、うんうん、こっから上がるよ。でも失敗する気しかないんだけど待って、むずいぞこれ。おおおお、いいんじゃん。けど頭大丈夫、頭ストーブに当てんの。二種交代です。剣が、あ、穴見てられなくなったんです。ここ穴開いちゃったけどいいか。いいんじゃない、ちょっとこれでやってみよう。もういらっしゃい。どうする、もう先に乾杯するか。そうだね、うん。え、じゃあレモンサワー飲んでいい。いいよ、氷溶けちゃうから、こんな温度だったら。
本日は濃いめのレモンサワー、無糖じゃありません、氷結の。なみなみどう？もうちょいだね。もうちょい？はい。でもいい感じに焼けてんだ。焼けてる。でも結局今日上も下も私の服でしょ。うん、うん、うん、忘れて、半袖忘れちゃった。なんで私のやつ着れんの、そもそも。じゃあ久々のレモンサワーだね。乾杯。乾杯。初めての薪ストーブピザに。すげえうめえこれ。めっちゃ目覚めたわ。ちょっとお下品。いや、ピザができるまでパックから生ハムを食べるっていう。焦げ臭くない？え？お、やばいやばいやばい、焦げてる焦げてる、やばい。緊急事態発生。奥奥ハゲて、ん？奥焦げてる。ハゲてるって。え、どうしたらいいの？でもこれ。見た目めっちゃうまそうだけど。あ、この薪の量もしかして。あ、奥側が燃えてる？え、ちょっと待って、わかったわかった。薪の位置変えるわ。なんかもう結構慣れてきたね。いやー、面白いね。面白い。半袖であんた。ん？面白い。面白い。あれから1時間ぐらい経ってるか。え、ピザ焼き始めてから？うん。嘘、そんな苦戦してんの？うち10分で焼けるって書いてあったよ。あの、一部火が通ってないんだよね。で、一部焦げてね。難しいね。なんかインスタのロマンチカル使ってるおしゃれなアカウントのキャンパーさんたち誰も失敗してなかった。うん、何枚も何枚も焼いて美味しそうに食べてた。次は多分スムーズにできると思ったなあ。腹減った。焼けたかな。あつ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 。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。うん、すごい。まあ、でも美味しそうだよ。美味しそう美味しそう。このままでケイト食べてみたら。いくよ。うん、いただきます。うん、うん。美味しい美味しい。うん。うまそううまそう。めっちゃうまそう。うん、ふん。ちょっと俺も食べたいかも。レモンさん飲みな。立って食うスタイル。ちょっと腰痛くなっちゃって。あー、美味しい美味しい。うん、どう？うまい。うまいよね。めちゃめちゃうまい。成功じゃないこれ。次でもさ、これやるとき絶対ひっつくね。デロンデロン、デロンギだけ。今ですね、クッキングシートを敷いてやったんだけど、下も汚れず、これ成功だね。うん、めちゃくちゃ美味しい。うん、きれいにできた。うん、チーズと生ハム。うん、うん、うん、うまっ。さっきの何だったん？さっきのより全然うまいね。うまいな。こっちがふわふわだったじゃん。うん、うん、え、やば、美味しい。めっちゃ1枚目の全然違うね。焼けすぎてた。なんかあれ食べた時はまあ、うん、うんうん、ピザの味するよと思ったけど、うん、レベル違うね。全然違う。ナポリやん完全に。うまっ。なんか危ないな。コーラ。あ、コーラもいいね。ピザにはコーラか。うん、ほらケイト飲め。いいよいいよ、ケイト飲みなさい。ケイト飲みなさい、いいから。うわぁ、うめぇ。はぁ、コーラが一番だ。そしてね、意外とお腹膨れるね。うん、3枚ちょうどいいわ。しかもちゃんと3枚できたね。できたね、うん。今2枚目私が作ったんですけど、ケンに下手くそって言われたんで、もう私は何もやらないので。
丸にならない。なんじゃ、うん、さっき言ったんだよ私に、なんだって、うん、私よりやばいじゃん。え、やばいじゃん、それ一回見せて、なんでやば、え、めっちゃダメ出ししてたのに私に、うん、ダメだ、なんでなんで開き直んの。丸にしてくれ。あ、あれは、うん、クリスピースクエアみたいなやつあるよ、四角いの。ああ、うんうん、ナポリの。あれ結構美味しくない？これめっちゃうまい。かなり真剣です。皆さん、今かつてこんなに真剣な剣の顔見たことありますでしょうか。ピザじゃないじゃん。やばい、靴下じゃん。え、靴下じゃんそれ。なんでこんな風になっちゃった。ピザじゃないじゃん。さっき私が穴開けたら、ああもうこれダメだ、ひどいわ、こりゃひどいみたいなこと言って、うん、その開いた穴のところに端っこの耳ちぎって、うん、私が修正聞かせたらなんか普通はそういうことしないしないけどねみたいな ことをなんか言ってたのに、うん、今私が見てないところでこっそり穴開いたやつ修正してた、うん、どう、おしゃれ。ただ形がね、形がちょっといびつだけど完成です。見つけて、エビゲリータ。その細長いことに関してはないんだ、うん、時間切れです。ちょっとできちゃうよ。あ、固まっちゃったかな、ちょっと焼けすぎちゃった、うん、寝ちゃった。気持ちいい。熱いよ結構。うん、うん、1回目は焼き方失敗しただけだね、焼く場所、うん、まあね、置く場所だし、結構このクッキングシート重要かも。うん、いや直接置いてくださいって書いてあったからさ、うん、あれか、引火しちゃうのか、うん、クッキングシートが。いや、なんかわかんないけど、うん、うわっ、あっつ、あっつ、大事にしてたら落とした。大丈夫か、うん、臭い、臭い、絶対臭くなる。残すところあと1週間か、1週間ぐらいだね、早いね。でも今年中に薪ストーブ導入できてよかったな。うん、なるほど。なんか薪ストーブが来たことで、うん、またレイアウトとか難しくなって、うん、なんかせっかくダブルのマット買ったんだけど、薪ストーブの横にマット置くとギリギリまでマットが来ちゃって、うん、危険みたいな。結構暑くなってたもんな。また考えないと、なんかレイアウト、うん、そしてやっぱり結構ストーブでかいからこの中が狭くて、いろいろ困ることがあって、その辺もなんか対策しないとね、うん、でさっき考えてたんだけどさ、あのあれやってみるのどうなんだろうねと思って、地面むき出しでコット、うん、物も減りそうじゃない？かなり。うん、そうそう、その、ね、カーペットとか、うん、毛布とかいらないから。でもやっぱぬくぬくしたいよね。一回やってみてもいいかなっていう。まあそうだね。うん。なんかエビがさ、ほとんど余ったんで、これもったいないんでアヒージョにします。いいね。調理器具出さなくていいって最高じゃない？うん。エビだけでいいか。エビオンリーのアヒージョです。エビ以上。なんでさっき滑ったのにまたやんだっけ。さっき滑ったんだよ。エビなんだっけ、エビゲリータ。あー、ニンニクあればよかったんだけど。あるある、本物のニンニクね。どんぐらい入れる。2個ぐらい。いや、前回さ、うん、雪めっちゃ積もってたからさ。あ、はいはい、ニセコサヒナ、うん、うん、コロナストーブでもめっちゃあったかかったけどさ、うん、今日雪ないのにさ、うん、やっぱこれだけあったかいってすごいよね。まあすごいね、うん、そういうストーブじゃ絶対実現不可だよ、無理だと思う。まあいいじゃん、いいじゃん、こんなもんで、あ、すごいよ、大きくて、うん、ほら、いただきまーす、うん、うまい、うん、
塩気は。熱々？めちゃくちゃ美味しい。うん。うん。ブリブリ。ブリブリうま。だいぶ眠いね。でこれ食べたら整理整頓して、うん、本当はやっちゃいけないけどベッドの上でケーキ食べて寝る、うん、寝ながらケーキ食べて。マットをよかすスペースがないからね。でここで食べればいいじゃん。うん、もう寝る準備満タンで食べたいの。昔さよならさよならさよならっていう人いる。誰？芸人？いやいやいや、金曜ロードショーの解説者みたいな人。金曜ロードショー？映画の？映画のコメンテーターみたいな人の最後にその映画の解説みたいなのして、皆さんそれではまたみたいな感じのセリフがさよならさよならさよなら。知らない。本当に初めて聞いた。マジ？カーネル・サンダースみたいな人だったんだよな俺のイメージね。本当ちっちゃい頃の話だから。あんま見てなかったのかな私、金曜ロードショーと。みんな見てなかったっけ。金曜と土曜はなんか映画が入ってたよね。今もそうなのかな。トトロとかの時は見てたっけ。まあ見るよね、うん、ジブリとかね。あ、私がさっきから足書いてんの映ってたかな。かゆいの乾燥して、いやーやばいね。薪ストーブ導入してさらに乾燥が悪化したね。やばいわ。ケンは？俺もこのね、うなじ耳の裏、耳の裏あたりがねすごい乾燥してて。さよならさよならさよならどうする。ケンしか知らなかった。え、俺しか知らないパターン俺の親は知ってるはずほら、それでは週をご期待ください。さよなら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 。何この人かわいい。さよならさよならさよなら。ヨドガワさん、ヨドガワさんっていうのかな。ほら、うん、私が7歳の時にもういないもん。だからケンしか知らないんじゃない。でもいない。俺9歳だよね。そんな変わらない絶対見てるってさよならおじさん。日曜洋画劇場だって。洋画劇場だよケン、すごいね。あ、洋画なんだ。日曜洋画劇場だって。あ、間違った。だからケンがそれを見てたのがすごいじゃん。俺がっていうか親が見てるから一緒に見てたんで。なんか急に降りてきたそのおじさん。かわいいおじさんだね。さよならおじさん。え、やばい、ケントやばいぞ。火消えた。火消えそう。やばいやばい、入れないと入れないと、やばい待って、今入れないと入れないと入れないとつくかな。つくのよ。それが今上に置いたんでしょ、細かいやつ。うん、すごいのよこのストーブ、ちゃんと循環して。あ、でもちょっと火花散ってる。あー、来てるね。え、すごくない。急に来たんだけど。うん、火ってすごいね。うん、なんかさ、本当に小さい隙間なのにさ、人がさ、思いっきり口で吹いてるみたいじゃん。うん、そうなの。すごくない？そうなの。風の勢い。あとちなみに、こっから空気をちょっとずつ入れといた方が、うん、もちろん燃えるから、閉じたらさ、燃えなくなっちゃうでしょ。うん、だけど、閉じたらオーロラっていう青い光みたいな。そうそうそう、それを見るのが、クロートたちは好きなんだって。私も青い光見たい。え、閉じたら消えないの？消えるしょ。うん、だから難しいのみたいっていうか、思いっきり焚いた後にシャットダウンするみたいな。うん、もうなんかそのやっぱり早めに消えちゃうから、まあ本当はやりたくないけど青い光見たいからやるみたいな。うん、よくわかんないけど、なんかさっきちらっと書いてあった。食べますか。今日のスイーツは富士屋の濃厚コーヒーティラミスだっけ。あれなんだっけ、炙ってるんじゃん。炙りティラミスみたいなのか。炭、あ、炭焼きか。うん、寝る前の水今日はお湯は沸かなかった。昨日も言ったけど
水でも全然いいのよ、うん、室内あったかいから、うん、うん、美味しいね。美味しい。甘すぎないね。ビッグハウスの富士屋、富士屋は多分一人で回してるから、そのおばちゃん一人がなんか銀行にお金下ろしに行ってうちらご用の方をお呼びくださいってやつ5回ぐらい押して全然来なくて、これもう買えないのかな今日って言ってたら、遠くからね、通帳持って現金持ってあらごめんなさいって出てきて、こういうのいいなと思って。え、今何度だ？寒い。いや、今日何度ぐらいまで下がってんだろうな。マイナス7。一昨年1月の3日ぐらいに来たよ、うん、で、マイナス15度ぐらい行ったの。行った行った。直しマジ死ぬかと思っておかしくなったもんね。で、雪全然降ってないのね。え、影の時だよね。影の時だ。おかしくなってるじゃん、影とかやってあんなに寒くてさ、余裕ないのにとにかく笑おうと頑張ってこれも持ってきたんだけどね、食べれなかった。九州の味島限定ポテチ。どこの塩だっけ。糸島じゃん、五島、なんていうの、読めない。五島なぎ、な、草なぎさんとかのなぎじゃないですよ。え、あれ草なぎさんこんな難しかったっけ調べるかい。なだ、五島なだ。あー、五島なだだ。大なださんとか分かんない、出会ったことない。大なださん芸能人。いや、同級生に大なださん知らんしょ知らないしょ俺寝ます。寝ます。お、いい感じだねこれ。巻きストーブ本当にいいね。いいね、これ見ながら寝れるんだよ。うん、最高や。ちびしまどこ行ったんだ。あれ、ちびしま見てないね。どういった。でも結構寒いね、冷えてます。それでは2泊3日キャンプ旅2日目終了です。朝は寒くて体力奪われてましたが、温泉入ってからはなんとか復活して、あと薪ストーブの火を見て癒されましたちょっとまだまだストーブ料理やりたいね。ちょっとなんか成功とは言えなかったから、ピザもう一回だね。デロンギは表面真っ黒、まあ、仕方ない。次どこだろうね。近場、近場でもう一回練習かな。次も2泊がいい。うん、確かに2泊の方がいい、安全だこのサイズの薪ストーブ持って設営したら1泊で帰るのなんかもったいない。うん、そう思う。ゆっくりしたい。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。うちらさ、コンパクト好きとか言ってさ、ぬいぐるみこんな持ってきてたらさ、うん、辻褄が合ってないね。そうだね、ケイトでしょあなたでしょ。悪いけどゲート消して。おやすみなさい。さよなら、さよなら、さよなら知らない、ちょっと